はい、どうも、小建築士です。今回はですね、日本と韓国の建築の違いについてお話ししたいと思います。今日は特別ゲストとしてダツコさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介お願いします。はじめまして。すいません、無茶ぶりで。はじめまして。本業としては建築設計をやってまして、そして、一般の方々や建築学生に日本の建築の魅力を発することをしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。韓国で生まれて、いつ日本ですか？韓国から、高校卒業して大学入るたびに、2012年に出ます。もう12年、13年ぐらい。もう13年目突入です。なるほど、日本語もすごいうまいです。ありがとうございます。今日はですね、その日本と韓国の違いということで、ちょっといくつか質問を、インスタの方でも募集して、今日はちょっとダツコさんにつけたいと思ってるんですけど、一つ目がですね、日本、韓国の建築のデザインの特徴とか日本との違いとかあったら教えてください。一応韓国は、伝統的な建物と、現代的な、要素を融合して、建物を作るのが割と特徴なのかなと思います。で、昔の韓国の家を見ると、こうなんていうんですか、屋根とかの曲線とか、その間取りの配置とかを、参考にして今の住宅や、住居やそういう、建物に反映することも多いんですけど、その曲線のってどういったやつですか？で、瓦の、なんかこういう線で落ちてくる屋根の姿を見て、その曲線をなぞってそのまま持ってくる、屋根に持ってくるとか、普通に四角い建物じゃなくていろんなボリュームをあちこちに配置する、そういうのも特徴なのかなと思います。なるほど。結構僕、韓国の建築ってこうやっぱ曲線が多かったりとか、こうなんかデザインプラザみたいな、こう、うねうねしたようなものが多いイメージがあるんですけど、それは昔の韓国の建築から来てるっていうパターンが多いですか？一応、デザインプラザ、多分、東大門のあれですよね。そうですあれは多分ザーハディットなので、多分海外の建築士がランドマーク的なものを作るためのものだと思うんですけど、一応韓国の建築家の方々は昔の韓国の家をモチーフとして作ることが多いですね。なるほど。じゃあ韓国の人たちが作る場合は結構そういう昔のものをこう踏襲してやる場合が多い。なるほど。なんかあと結構そういう海外の方、欧米とかザハ・ハディドとか、なんかそういうなんですかね、ヨーロッパとかからのこう影響をすごい受けてるようなイメージをすごい結構受けるんですけど、それは何か理由があったりするんですか？やっぱり、建築で一応先進している国はどこなんだろうかっていうことで、やっぱりアメリカかヨーロッパを先に思い出すような感じなので、やっぱりそこから、影響をよく受けてるのではないかとは考えています。なるほど、ありがとうございます。次の質問いきます。日本だと結構、戸建て住宅が多くて、韓国では結構高層アパートが多いイメージがあるんですけど、それのなんか理由って何かあったんですか？それは一応そうですね、戦争が終わって、経済的に成長するために、都市にいろいろ産業が集まってきてたんですけど、その時に住まいがない、住む場所がないから、じゃあ何が一番いいかっていうことで、鉄筋コンクリートの、高層マンションの方がやっぱり入れやすいんじゃないかなっていうことで、それがもう住居の供給のために一応作られたことになってるんですけど、今は新都市を作ったり、やっぱり都市に人が集中してくるので、新都市に建物を作ったり、そういう高層マンションを作ったりすることが多いです。最近ペントハウスを見てるんですけど、ヘラパレスもマッサージめちゃくちゃすごい高い。そうです、そうです。高層アパートですか？もう最近30階とか40階のアパートもいっぱいありますので、すごい高いです。なるほど。金額は日本と比べるとどうなんですか？日本一戸建てよりは多分安いのかなとは思うんですけど、でもやっぱり韓国の人にとって住居ってすごい大事なんですよ。お家を持つことっていうのが大事で、で皆さんなんかいいお家を探すために全部投資するわけじゃないですか、お金を。でいいところにある、やつはやっぱり東京23区内にあるいいマンションは高いじゃないですか。そういう感じでカンナムにあるものは高いし、なんかところどころによりますね、やっぱり。なる
日本だと結構賃貸で済ませちゃうというか、賃貸でこうずっと住んでる人が多いんで、それは結構価値観が違うかもしれない。ああ、そうですね。ありがとうございます。あと、その建物の作り方というか、モジュールが日本だと結構木造が多いので、こう柱の間隔900等でやることが多いんですけど、韓国ではその辺ってどうなんですか？私日本の、住宅メーカーで1回インターンしたことがあるんですけど、やっぱり住宅作るときに尺を基本として作って、上でこう数えてるんじゃないですか。それがすごいなんか興味深いなって思ったのが、韓国は全て一応全部建物作るにあたっては全部メドルで換算して全部作るんですけど、このお家の平米なんかこう面積を言うときはちゃんと坪って言うんですよ。何坪あるかっていうので言うんですけど、やっぱりそこでちょっとなんかこう なんていうんですか単位が違うと、やっぱり日本は木造なので、やっぱりどうしてもちょっと狭くなる傾向があると思うんですけど、韓国はさっきも言ったように、鉄筋コンクリートで全て一緒になってるので、ちょっと大スパンで飛んでるので、ちょっと大きい面積を持っているのがちょっと特徴なのかなと。面白いですね。それは結構それ昔からなんですか、その韓国の昔の家も。昔の家は割と地震がないので、レンガ造の建物も結構多いんですよ。レンガ造はちょっと分かんないんですけど、やっぱり 木造よりはなんか頑丈なイメージあるので、そうですね、確かにその尺で測る必要がないというか、レンガで作ったらそうですよね。あれなんか全然住宅業界に入ったことがないんで分かんないんですけど、尺のなんかこう何がなんかメジャーみたいなのがあるんですか？あります、普通のメジャーに裏返す借款法で数えられるのがついてるやつとかあります、なんか910910ってずっとやってた覚えがあるので、それは不思議だなと思いました。文化の違いですね。普通にでも普通のメジャーでも900等のところにこう赤い点が入って、丸がついてします、すごい違いますね。次はですね、次の質問なんですけど、建築法規の違いについて聞きたいんですけど、韓国で特にこれは厳しい、日本との違い。一応基本的に日本の基準法、建築基準法を、参考にして作られた法規になるので、法律自体は全部割と似たような感じにはなってくるんですけど、やっぱり高層マンションとか住宅とか高層ビルが多いので、そちらについての防火規制とか、さまざまな規制がちょっと厳しいことが、それとやっぱり駐車場の問題がちょっと問題になってるので、なんか1人当たり1つの家族にあたって2台とか車2台とか3台とか持つ場合も一応あるので、その算定とかも割と厳しくなってたりして、やっぱり日本ではあんまり見られない地下駐とか作ったりするんですけど、そういうのも厳しいですし、あとバリアフリー法が割と最近ちょっと導入、昔からあったんですけど、ちょっと改正して新しいバリアフリー法がもう最近なんか導入されたみたいなんですけど、それがやっぱり厳しくなってきてるっていう意見もありました。日本の建築基準法を参考にしたっていうのはすごい結構びっくりだったんですけど、それはなんか歴史的な背景があるんですか？そうですね、ちょっと私にとっては悲しいかもしれないんですけど、植民地化された時に、日本から、なんか朝鮮半島をなんかこう都市化するにあたって作られたその法律がそのままなんか引き継いできたっていうことになりますかね。そしたら、基本的な構造というか、その法律の作り方、順番とかが同じ感じで、あとはその中身は結構日本でも何回も改正してるので、なんかその厳しさがそれぞれの項目で違うみたいな、そんな感じです。そうですね、僕が思うのは、なんか結構窓が少ないイメージがある。なんか日本だとこうね、最高を取らなきゃいけないとか、肺炎の関係とかで窓つけなきゃいけないのが多いんですけど、やっぱり最高よりはやっぱり寒い国なので、断熱の方がより大切になってくるっていうイメージが強いです。断熱に対してのもう規制も厳しいっていう意見もありましたので。確かに韓国マイナス20度ぐらいになりますよね。そうですね、結構寒くなります。そうですか。最近はちょっと日本が暑すぎるので、そういう意味でも断熱をちょっと強化した方がいいんじゃないかなって思います、じゃあ次いきます。韓国の建築の教育について
日本との違い、なんか日本、ヨーロッパとの違いなんですね。韓国は、日本と一応比べると、日本は建築学科に入って3年生ぐらいにみんな、なんか構造とか衣装とか設備に分かれていくような感じだと思うんですけど、韓国だともう最初から学科もう専攻が全部違くて、もう建築学科、建築工学科、インテリア学科みたいに、もう最初からもう志望する学科がもう全部違くなってくるっていうことが特徴です。でその中で建築学科、設計を主にする、建築学科に対してはアメリカの影響を受けて、5年までやるっていうことになるんですけど、そうですね、5年、まあ、その日本のカリキュラムとあんまり変わらないので、まあ、ちっちゃい規模から大きい規模にだんだんやってきて、5年生の時にちゃんと卒生をやるっていうことなので、それをちょっと伸ばしたっていう感じが強いかなと思います。確かに日本の4年間めちゃめちゃ早く感じるもう一年伸ばしてもいいかもしれないですよね。だいたい、そうですね、だいたい4年やって大学院まで行って修士やって終わるっていう感じあるんじゃないですか、うんうんうん、それじゃなくて韓国は5年生でちゃんと卒業っていうイメージが強いですね。あ、なるほど。じゃあデザインやりたい人はもう最初からデザイン特化のところで、あ、そうですね、でなんか構造とか設備とかももう最初から選ばなきゃいけない。あ、そうです、選ばなきゃいけないっていうことになります。なんか日本だとやっぱり一回ちょっと勉強して、はい、なんかこれ興味あるかなっていうのは結構探す期間があるじゃないですか、うんうんうん、それがなくていきなりってなると結構選ぶのも大変なのかなって。あ、そうですね、一応大学の中で、大学の中でなんかこう専攻変えたりすることも一応できるっちゃできるし、一応建築なんて言ってた、日本だとなんか工学部とか芸術学部の中に建築学科があるようなら、韓国だともう建築学部っていうのが全部存在、全部ありまして、その中にいろいろな専攻があるので、その仲間たちで話し合って割と専攻を変えたりする子もいるかとは思います。ありがとうございます。で、ダツコさんは韓国に行かないで日本に来たんですよね、はいはい、それは何だったんですか。もともと、他の学科に進学したかったんですけど、図書館に行って、なんかに日本のことはもともと好きで、もともと日本語学科とか日本、なんか日本に関しての勉強をしたかったと思ったんですけど、図書館に行ってその時見てたのが安藤忠雄の図面集だったんですよ。でそれを見て、すごいって思ってちょっと憧れてきました。なるほど安藤忠雄すごいですね。なんかルコルビジェの図面集読んだ安藤忠雄さんみたいに逆バージョンです。いやすごいですね。忠雄さんがすごいビッグ。それを見て実際に日本に来てしまう夏子さんもすごいです。ありがとうございます。では資格について最後に聞きたいんですけど、日本の資格と、韓国の資格があると思うんですけど、はい、韓国の若い人たちは、どういった資格が必要になってあ、資格やっぱり、建築士っていう資格はもちろん大切な資格になると思うんですけど、その前の段階で、皆さん取ろうとしてるのは、やっぱり建築技師っていう、資格がありまして、それも一応、学科と製図があるような感じで分かれてて、それを取ってから、建築士を目指す方もいらっしゃいますし、建築産業技師って言って建築技師の下段階はい、のものもあります。でも、まあ、取らなくても全然なんか就職に問題、まあ、支障ができるようなものではないんですけど、自分のスキルアップのために取る方も、でもやっぱり目指すのはやっぱり建築士ですよね。でも、日本と違って建築士なんかランクがあるんじゃなくて、もう建築士っていう名前で一つ、1級2級がないです。あ、そうです、はい、もう建築士っていう名前で出てて、そうですね、全部学科じゃなくて全部製図なんですよ。で、3科目あるので、まあ、建築設計1、2、なんか3みたいな感じで分かれてるんですけど、それを3時間3時間3時間で9時間すごいな。でそれが年に2回あるので、何を書くんですか。日本と似た感じですか。日本と全然違います。まず建物の配置を決めるっていう、まあ、斜線とかいろいろあるので、そういうのを決める図面を書いたりで、もう中身ももちろん平面図とか書いて、そういう、まあ、こういうゾーニングしましたっていう建物を作るのもありますし、日本と一番違うのはもう技術がないんじゃないですか。技術、なんかこの前の建築士の試験の中でなんか断面のこう詳細図書くようなものあったんじゃないですか。それをやります。もうその科目として一科目としてちゃんと断面の詳細図を書くのがあります。大変ですね。
体合格率がどれぐらいなんですか。多分日本と似たような合格率だと思います。本当一級と同じ感じですか、ね、そうですね。受験資格はどんな感じ。でも日本は割と最近実務がなくても受験はできるようになったと思うけど、韓国はやっぱり実務を3年ぐらい積んでから、資格の受験資格ができるので。じゃあ社会人になってから勉強して、あ、そうです。まあ、じゃあそういう意味では日本の結構その問題点として人材不足があるので、うん、なんかそこをより解消しようとこうしてるっていうのがなんかより、うん、はい、ちょっとすいませんいっぱい聞いちゃって、今日はこんな感じで韓国からダンスクさんに来ていただきました。いや日本に住んでらっしゃるんですけど、そうですね、こんな感じで、このチャンネルでは建築について発信してますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。というわけで、あなたいい高評価グッドボタンお願いします。というわけでまた次の配信お会いしましょう。バイバイ。ありがとうございます。